はい、皆さんこんにちは。大橋デッサン研究所の大橋です。はい、今日は電球のデッサンをねやっておりますが、先ほどねちょっとね、詳しくここはやっておきたいんで、解説しますと、まあここのね肩がね、肩と首なんですよね。まあこう、まあ、例えば瓶なんてこうまっすぐ立ってからこんなになりますよね、うん、でこの首の部分とね、まあ、肩ってこれ二段肩ですけど、ここの部分とこれがね、これは背中を回って、きます。これはこっちに入ってきます。うん、このように、ずれてくるってことね。これね、うん。これがね、大事なんですよ、うん。で、今ちょっとね、ワイン瓶持ってきたんですけど、うん、これもね、うん、これも同じ要領で、真横から見るとね、これつながるのね、うん。なんだけど、こうやって見下ろすんで、わかりますかね、すごい近くで見ると、このラインが、これがシルエットのラインなのね。このラインはね、背中に回っていくんですよ。こっちの後ろにね。で首のラインはここから今分かりますかね、こっちの内側に入ってるの分かります、ずれてるのがね、うん、ちょっと虚像が映ってるんで分かりやすいと思うんだけど、こっちずれて入ってるんですよ。こうやって近づいてみるとねちょっとピントが合わないかもしれないです。こんな感じです。こう中に入ってるでしょ。でこれは背中に回ってるんですよ。背中に後ろにね、ずれてんのね。これはね、この線とこの線だから、この線をつなげちゃうと真横から見るとこうつながりますよね。こうやってね、うん、とこうつながってるわけね。真横から見てんじゃなくて、見下ろしてるんで、見下ろすとこれ、ずれるわけね。で、こう強く見下ろすとさらにずれてきますよね。こうやって、しっかり見下ろすとね、こうやってね。うん、なんで、わかるかな、うん、これをちょっとね、理解していただけると、うん、と、ああ、ここ、首とね、ずれるよね、みたいな感じね。瓶のとこ、あ、ここもずれるとこだよねって。すごくね、ちっちゃいとこだ、あと、黒かったりすると見づらかったりするんで、わかんないんですよ。でね、これ分かってないと書けないんですよ。要するに、ここずれるぞってね、もう準備してないと、こうやってつなげて書いちゃうのね。うん、必ずね。で、まあそこはまず初心者脱却のところで、初心者の人はそこは絶対ずれちゃうってことね。で、書ける人はそこが、あ、ここ、ずれちゃう、ずれないで書いちゃうってことね。書ける人は、ここずれちゃうなっていうのを知ってるんで、ずれないわけです。準備してるんでね。うん。それが、書けるか書けないかの違いなんです。だからね、マジックと一緒なんでね、ずるいんですよ。知ってるか知ってないかの違いなのね。だから、皆さん勝手にね、書けないのを才能のせいにしないようにね、気をつけてください。うん、マジックと同じなんで、種が分かれば、あ、なんだ、ここか、みたいなね。あ、ここにこうなんだ、みたいなね。知ってれば書けるんですよ。うん、で、1個書ければ何でも書けるんだよね、この人工物がね。人工物は簡単なんでね。理屈があるんでね。で理屈に合わせてこうやって書いちゃえば、あ、これ確かにこうなってんなって感じがするんで、ここで立体感を稼げるわけね、しっかりね。うん、はい。じゃあ、中身入ってきます。はい。まあ、そんな余計なことはね、いいんでね。うん、じゃあ、中身の形ですね。うん、ちょっと、このまま続行して今日は F で書きます。うん、今日はね、あんまり B はね、まあ、ここは使いますけどね、後でね。うん、あんまりこうちょっと硬いんでね、硬くて薄いんで、まあ、このまま F ぐらいでね、十分でしょうね。うん、はい、でここをねずっとまあ巻いていく感じです。うん、ですね。でね、今日に関しては一回、軽く全部つけちゃいますので、一回全部刻んじゃってください。うん、でね、ハイライトも無視しちゃっていいです。うん、ハイライトはいっぱいできますけど、ハイライトは無視してください。全無視して、一回薄くつけます。ただ薄くね、うん、なるべく練りゴム使いたくないんで、毎回言ってますけど、ハイライトの部分とかね、練りゴム使いたくないんで、なるべく薄くやっといてあげてます。はい、こっちはこっち回転ですね。こっち回転で入ってきます。うん、この回転でね、丸みに合わせてね。うん、これ釣られないね。これ中のやつなんでね。うん、この上からガラスの曲、ガラスの曲面を描く感じです。うん、はい。うん、そしたらもちろん、いつも通りね、この床の面を描きます。床の水平を、入れていきます。床のね、水平感を入れていきます。うん、今日はね、ひっくり返んないんだよね、全部ね。点立ちしてて意外と濃いんでね。だとこの床の暗いのがここにね、あ、ごめんなさい。床の暗いのが、ちょっとカメラの方が良くないね。床の暗いのがここに映るんで、すよ。うん。なんで、ここにね、ここに映るんで、ここが暗くなるのね。なんで、ずっとひっくり返んないままですね。やっぱ黒いしね。うん。あ、ここの白いとこだ、ここだけひっくり返る感じですけどね。まあ基本的にはひっくり返んないですね。うん。はい。まあ、床ね、床を取っていきましょう。床の影。うん、また今日もね、影がこうずれてきますよね。影がこう後ろにね、こう流れてくる感じです。うん、この位置をね、作っておいてください。
この位置が上がらないようにね、ここからスタートして右に出て左ですね。ここの、ここの位置よりここの影が右に出ますよとかね、位置を取ってね、位置ですよ、影だけ見ないでね、影だけ見なくて、ここのところからこれぐらい、これがこれぐらい出っ張るなっていうね、この位置関係です。ここにこういうダイヤ型のこういう形ができるなってことね、そういう、形を見ててね、はい、でここはこっちの方が暗いんでね、ここちょっともう入れちゃいますね、まあこのようにね、ある程度形を合わせておくとね、これちょっと危ないですね、こうやってねちょっと刻んでいくと下の方が消えてきちゃうんでね、ちょっとこれ危ないですね、せっかく取ったこのクロスね、さっきガラスの瓶、ワイン瓶で説明した交差です、交差がこう消えちゃわないようにね気をつけて、ここなんかもうちょっと濃くしといた方が良かったですね、ここはちょっとね消えちゃいそうだったら少し、分かりやすく足しといてあげて、で電球側が暗くなりますね、これね、ちょっとこのコントラストを軽く拾ってあげると少しいい感じになってきます、早速ね、はい、ではちょっとこれ目印つけてね、ここのガラスのところは目印をつけていきます。ただねちっちゃいハイライトがまた今日もいっぱい出てきますんでね、ガラスの時にありましたよね、ガラスの時にありましたけど、ちっちゃいハイライトがいっぱい出てくるんで、ちっちゃいハイライトが結構変なところに出てくるんでね、気をつけて、でそれをね、後で抜きたいんで今のところ無視して軽く1回つけちゃっていいですよ、今日はね、あんまりちっちゃいんでね、あとあんまりグリッとね、ハイライトの枠線を取っちゃうとわざとらしくなっちゃうんですよね、結構デリケートなんでね、ガラスのコップの時よりね、ガラスのコップの方が難しいかもしれないですね、はい、じゃあこっちはね、まあ、ここは光らないんでね、一回シルエットを出していきましょうか、はい、まあ、まあでもそろそろやんないとだめだよね、じゃあここら辺からねだんだんハイライトをね拾いに行ってください、これが奥のハイライトね、この真下ですね、ね、ハイライトは練りゴムね優しくやっといてください、ここにハイライトね、少し大きめに取っちゃっていいですか、でちょっと前を稼ぎます、でハイライトはねちょっとうち光源がちまちまいっぱいあるんでね、2回出てきますね、練りゴム新しいとこね、こうやって新しいとこ練り返して出してもこんな感じでね、尖らせてここを抜く感じですね、ちょっとね早めにね、でちょっと大きくていいんでこれをね抜いてあげる感じです、力を入れないようにね気をつけて、筆圧を一切入れないようにください。ふわーっとね、目印つける感じですね。こうやってね、こうやって光をね、はい。で順次どんどん抜いていきますね。光ってるところを抜いていく感じです。抜けそうだったらこう裏からね、ちょっと囲ってあげる感じですね。軽くね、軽く軽くです。でまあここら辺に細いやつが何個かきますね。はい、で、まあ結構いっぱいあるんだよね、これね、これちっちゃいのがこうあって、まああんまりちっちゃいのはね、ちょっとこうやって枠線でね、取って拾っちゃってもいいですね。あとはこの辺ですよね、ここの辺に光ってるのが来て、ここにもう2個ずつね、ちっちゃいのが2個ずつ光ってきます。
光とかちょっと遠くのやつはねそんなに強く取らなくていいんでね、うん、でガラスのね球体なんですよね。ガラス球なんでね、これね向こう側の要するにガラスのこの底の面の光なんですよね。で2回ずつ出てくるんですよ全部ね。なんでダイレクトに光って今これが奥に光ってるやつで、奥のガラス面に映ってるハイライトね。でこれが手前のこの手前のこの局面に、この手前膨らみのねこの局面に、まあ、いわゆる普通の一番ダイレクトのやつですね、うん、これはねガラス越しの、うん、一段これ手前のガラス越しの裏のガラスのハイライトなんで、これとこれだったらこっちの方が光ってるんですよね。こっちの方が明るい設定にしてあげるってことです、うん、はい。でこれの真上ぐらいですね、うん、これの真上ぐらいのこの間の子だからこの辺で撮ってあげるんですね、はい、でここはねもう一回も練りゴムを本当は使いたくないんでね、うん、しっかりね撮っておいてください。で、はい、でここにハイライトが入ってきます。これ軽くね、うん、でここの際をやこう加工、あんまりこうこの際に線ができないようにもやもやもやっとね、うん、こっちにね、でこれ肩ぼかしって言うんですけど、こっち側に片側にぼかしてあげてスムーズにね、うん、こうシューッと挟んであげる感じですね。こんな感じね、うん、そうするとハイライトがね、出てくるんで、うん、こんな感じです。で同じ要領でね、こっち今3つあるんですけど、ライトがねここにね、うん、ライトが3つ出てくるんで、ここに3つね、ここにちょっとちっちゃいのがここに、うん、そうですね、ちょっとここは環境が皆さん違うと思うんでね、うん、それぞれのライトの形に、もちろんねしていけばいいです。ただこのハイライトを囲ったらこれをねくるくるくるってこうやる感じで、うん、こうやってね寄せていく感じですね。ちょっとずつちょっとずつ寄せていって、多分輪郭線をグリッと引かないってことです、うん、もじゃ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 ってつけていって、で周りを囲って、で周りがこっち側がスムーズにねこうつながるようにしてあげると、光ってるような感じに、とりあえずね簡単ですけどなります。後でまあ本格的に描きますけどね、うん、こんな感じです、うん、とハイライトの位置がね分かるんで、ハイライトはねとりあえず入れちゃってから練りゴムで撮るっていうのはできないんで、原則ねやりたくないんですよね、なるべくね、うん、はい。で、これを撮って、こっちの窓の光がね、こうちょっと窓が映ってるのがここら辺に出てきますよね。皆さんもね、多分ね、窓の映ってるのとか、こうやって四角いのがこう曲がって入ってくると、なんかすごく窓っぽい感じ、部屋っぽい感じと、ね、なんていうかな、この球体のね、湾曲も出るんでね、うん、こういうのどん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 ね、窓が映ってたらチャンスですね。うん、窓が映ってたら、窓は結構分かりやすく言ってあげると、あ、窓が映ってるってことは部屋なんだな。あと窓の歪みからして、これはこう、なんていう球体なんだなっていうのがね、分かるんで。うん、はい。で、ここにちょっと映る。まあ、この壁の線とかですよね。うん、壁の線とか、なんか、ね、部屋の様子が映ってるわけです。ここにまたね。うん、で、こっちも、うん、ハイライトじゃないんでね。これ今ハイライト撮ったんで、ハイライト以外のとこですよね。うん、ハイライト以外の光ってないパートのところは一回全部つけてきます。軽く。もう一回ね。もう一回点を送っていきましょう。うん、これでもう今日は薄いんでね、ほとんど、いい感じになってくるはずですよね。うん、あんまり寝かせすぎないようにね。うん、立てて刻む感じです。うん、でずーっとね、あ、まあ、ここら辺は光らないかなってところね、うん、あとここら辺結構濃いなってところがね少し溜めてきます。あとはちょっと両線やりますけどね、うん、でこれがあるでしょ、このパーツね、うん、このパーツがあるんで、これをね結構怖がっちゃうとここに白いのが残っちゃうね。なんでこれはね局面をね上に乗っけちゃって、このガラスの手前の局面を描いちゃう感じです、うん、これね、うん、あ、でここに厄介だな、これここにね、この中の芯のガラスに、ガラスがハイライト、これが光ってんだよね。これがね、これも光ってんですよね。いやらしいことに。これもね、ちょっと取っといてあげるといいですね。うん。ここにね、光ってんだよね。これちっちゃいのがね。うん、で今んとここうやってね、ちょっとデカめに取っちゃっていいですから。うん、でこれなんかちょっと大げさに描いてくるよね、うん。ここはちょっと色があるパート。ちょっと強気で、うん、描いてあげて、ここもそうですね、ここもね、うん、ここもちょっと強気で描いちゃってです、
ね。これは少し輪郭線効かしちゃうぐらいでいいですね。でこんな感じでまた肩ぼかしにね、後ろ、の隣にこうつないであげて、目印ね、まだね、ここにハイライトが来るよねと、これ忘れちゃってこう上からやっちゃったりしないように、ハイライトが来るよねっていうのを取っていってください。はい、でここにもここに永遠にいっぱい細いやつがね、よれよれよれってキラキラキラって入ってきます。これね、あともちろんこれね、気をつけてね、最後のねここら辺にこう複雑に表情が入ってきます。これはちょっと後でやりましょう。はい、いいですね。ここら辺にも窓の光がこう入って形になってきます。でこうなってこう部屋の様子がこう湾曲して丸く映ってきて、ここら辺を通って、必ずねこれ皆さん出てきますんでね、このラインね、こんなようなラインが、高さはちょっと違うと思うけど、これが稜線ですよね。あの稜線のラインとか部屋のね、これが壁でこれが天井なんだけど、こういうふうに壁と天井の形が必ず映り込んでくるんで、それを拾ってあげるといい感じになってきます。はい、どんどんね拾っていきましょう。少し変則的に、ね、入ってきますね。どんどんこれ明暗関係を拾っていっちゃって、ハイライトをね作りたいですね。早めにねハイライトを確認ですね。ハイライトをねチェックしとかないと、上から塗っちゃって、あやべ塗っちゃったってなっちゃうんでね、なるべくハイライトを確認して、あここにハイライト、ここにハイライトだなって感じね。ハイライト取ったらちょっと周りをね、ちょっとあんまりタッチが出ないようにもじゃもじゃもじゃっとね、あとタッチを出すならこの球体に合わせてね刻んでいったりとかです。こんな感じですね。でちょっとここに暗いのが入ってきます。はい、あでごめんなさい、話途中でしたねさっきね。ここのパーツの隣がね、今ハイライト取りましたけど、ハイライト取ったらここ忘れないようにね、ここのところはこう突きっちゃっていいですか、突きっちゃっていいんで、ハイライトを突っ切らないで、上げるってことね。これね、これね、ここにあるんで、ハイライトを突っ切らないで他はね突きっちゃう感じですね。もう一回消しちゃうような感じね。このハイライト、以外のとこですよね。これね、この辺ちっちゃいのあるけど、この辺はもうちょっと効かないと思うんでね。あんまりね、すごいちっちゃすぎるやつはね、もう本当に粉みたいなちっちゃいやつは、米粒ぐらいのやつはね、取った方がいいですけどね。あんまりちっちゃいハイライトはね、やんなくてもいいですか。やってもいいですけどね。やったら楽しいんだけどね。やってもいいんですけど、やんなくてもいいやってかね。大体取れてればいいやと思ってます。逆にそれよりね、ハイライトじゃないところが、一個も白いのが光っちゃわないように全部押さえないといけないんで、そっちの方をね、努力してください。これね、ここ押さえることね。はい。で、ちょっと一回転ね、これね、窓の光をちょっと抜いてあげて、ここもつけていっちゃいましょうね。なるべくこの曲面にね、ガラスの 丸みに合わせてあげて。で、あんまり寝かせすぎないようにしてね。はい。これはちょっとね、やりとりしていくんで、簡単でもいいんですけど、あんまりとにかく寝かせすぎないようにしてください。こう寝かせすぎないようにね。少し立てて軽くやる感じね。音でね、分かると思います。音とかスピードとかを覚えてください。いいですね。はい。これで、このガラスの部分はいいですね。で、あとは厄介なね、ここの、とこですね。ここは、F なんでね、あんまり、ちょっと一旦やりすぎないようにして、ちょっと簡単に、ね、ハイライトですね。光ってないとこを押さえちゃって、一回シルエットをね、出していけばですね。ここは光ってなくて、なんとなく暗い帯がここに、こう流れてきて、って感じですね。だとこれが暗いんで、ちょっと一回目印ね。これちょっと後で黒いんで B で、やっていきますんで、今 F でやってんだね。とりあえず、こんくらいでいいですね。で、最後のところで影が映るんで、ここは影のところなんでね、F で全然やって大丈夫です。で、ここを送ってきます。
これに合わせてね、これもこれ、ね、ただ、毎回やってるようにフルパワーにならないってことね、まだね、これでいつも中盤線でやってますけど、輪郭線を要するに消してるわけね。輪郭線を消していってます、輪郭線がなくなってくるとね、落ち着いてくるんでね、これで輪郭線がだいたいなくなってきますよね。はい、したらこれね、ちょっとガラスなんで変な影になりますよね。少し乱反射して少し変な影になります。なんかこの辺が明るくなっちゃうね。で、縁がなんかこうなりますよね、一回ね、ここら辺に乱反射してね、なんか光がピッピッて出てきます。これの乱反射のとこは練りゴムでね、練りゴムで光らしたりした方がいいんでね、とりあえずだんだんつけちゃっていいですね。で、ここの金属ソケットの部分、金属のね、ここの部分は透けないんで、透けない分影も、影がちょっと濃くなります。ここは透けちゃうんでね、光が入っちゃうんで、割と薄くなります。これで金属とね、あれの区別もつくんで、あとこの形状で、この突起のね、形状ができるんで、これ毎回やってますけどね、いつも通りこの、形をね、いい形で折ってあげるとですね、今日は2種類出てくるんで、この2種類ね。まあ少し感じが多分これで出てきたと思います。はい、で、こうやって挟むと、またここ白く抜けちゃうのね。なんで、ここ白くなければ、また前もやりましたけど、ここ突っ切っちゃって書いてください。こっち突っ切っちゃってね。突っ切っちゃって。ここに白いの残さないね。これがハイライトなんで、これとこれだったら、ここもなんか明るくなったり、ここも乱反射して少し光ってくるんだけど、さすがにこの直接ライトを浴びてるこれの方が明るいです。これが一番明るいね。なんで、これを上回らないようにね、気をつけて、これの挟んだところでね、あ、こう縁が濃くなるぞなんつって、それこれ見ないで、ここだけ見て描いちゃうと、ここに白いのができちゃうわけね。さっきまでできてなかったんだけど、お互いこうやって、ここ暗くして、ここ暗くして、挟まれてくると、ここは抜けちゃうんで、ハイライトになっちゃうね。こうビカッと光ってますよってことになっちゃうんで、ビカッと光ってないんでね、光ってないんで、光ってないようにしといてください。ここは結構ね、はっきり出るよね、これ後ろにはっきり影のラインがもう透けてね、すごい透明なやつなんで透けて入ってきます。これがちょうどこの位置ぐらいですね。この位置にこう透けて、ここでずれて、ここでぶつかる感じですね。ここは結構後でね、楽しそうですね、追うのがね。まあ、お楽しみで撮って。あ、これね、ここです。ここが、ここがハイライトになっちゃうようにしっかり押さえて、ハイライトこっちですよってことね。これは光らして。これがね、結構かなり意識的に管理してないと、ね、抜けちゃうんですよね。さっきまで良かったのに、みたいな感じで。そうすると、ね、ちょっと厳しくなっちゃうんでね、はい、じゃあそうですね、少し、B でぶっ飛ばしておきましょうね、これちょっと B に変えますね、でこれ前なんでね、これ前の黒ですね、ここもやっつけちゃう感じですね、これね、ここは前なんで、ね、結構突っかけちゃってもね大丈夫なんでね、ここに前にこのやつですね、ここは一気にこの黒いやつを入れていって、突っかけていっちゃいましょう。これが入んないとね、突っかえちゃうんでね、要するにね。はい、でここにもまたね、なんかね、ハイライトね、ありますよね。ただ、それはピカッとは光らないですけどね。少しハイライトが、こう、なんか流れてぼんやりね、流れてくる感じです。一定にしないと。で今前は B でやりましたけど、もう後ろになるので、後ろになったら H とか F とかね、押さえていってあげて、そうですね、ここはまあやり取りしていけばいいですけどね、後でね取ったりつけたりしながら、はい、で光ってないようだったら光らせないようにして、いよいよシルエットをね、出して、こっちも完全に暗いですね。ここは床が映るんで暗い感じね。これを飛ばしてあげる、これとね、この黒ですね。これを飛ばして、特にこれ前なんでね。これをまずぶっ飛ばしておいてあげると、だいぶ楽になるんでね。他が余力ができますよね。濃さが
稼げんでね、うん、ここで濃さを稼ぐ。ちょっとこれ取り替え引っ換えね、ここの黒ですね、うん、これ持ってれば 2B とか 3B とかでもいいですよ、うん、ちょっと今僕ないんでB しか手元にないんで、これ B でやっちゃいますけどね、うん、ですね、うん、でここが裏の面ですね、うん、裏の面がこれなんかちょこちょこっと、これだいぶあのいいっていうかね、あのだいたいいい感じになってきましたよね、うん、はい、じゃあこのままここを締めてどんどん書いちゃいましょう。ここだけねちょっと出だしのねこの表情をどんどん入れて、映り込みですよね、うん、映り込みと輪郭線にしないように、輪郭線にならないよね、ちょっとね難しいかもしれないですけどね、うん、細かいんでね、うん、まあ、ここら辺の暗い明るい暗い明るい暗い明るいって感じですね。でここの今輪郭線をなくしていく感じですよ、うん、ちょっと近くでねやってみますね、うん、ここを輪郭線なくしてシルエットをね、出していっちゃう感じ。ここはねちょっと一気にこう細かくやって仕上げちゃう感じですね、もうね、うん、こうね、うん、で反射光になってきます、はい、うん、とまあちょっとつるっとね、うん、金属感が少し出ますよね、うんうん、でまあ下側からねやった方がいいんでね、下側からやで、この辺に黒いたまりができるんで、うん、これはちょっとなんだスプーンじゃないや、フォークでやりましたよねこれね、うん、フォークでやったのを思い出して、ね、同じような要領ですね、うん、ね、ちっちゃいのがチラ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 とこれ2本二重線三重線で入ってくるんでね、ここのところの二重線三重線をチラチラチラとね、うん、これをなるべくねチコチコチコってちっちゃいのをねこうやって入れてあげると、わかるかな、こうやってちっちゃいのを入れてあげると、まあこれガラスの口とかあのフォークの時にやりましたよね、あこれちっちゃいのを入れてあげるとこの段差が出たり、あこういうのは金属質じゃないと出てこないんで、こういうやつはね、うん、こういうちっちゃいやつですね、ここに出てくる ちっちゃいやつね、こういうやつね、うん、なんかこれちょっと増やしていっちゃっていいんでね、うん、こうちっちゃいやつをちっちゃいやつをこう入れて、このちっちゃい映り込みですね、うん、なんか唐突にちょこっと入ってくる映り込みをこうやって入れていってあげると、うん、こういうやつね、なんかこう残像みたいなやつですね、うん、これを入れてあげるとあの、ね、いい感じになってくるんだよ、こういうやつね、うん、こういうやつです。あこれはまあうまくごまかしてね、うん、まあこれぐらいやれば少し、光沢感も出てきますよね、うん、ちょっと、まあ、ハイライトだけ挟んでおきましょうか、うん、で一応ハイライトをなんとなくこの辺に作ってあげて、うん、ハイライトを縮めていってあげてね、うん、でもちょっと後で本格的に描きますけどね、うん、まあこれぐらいでいいかな、うん、とまあ少しこれが進みますよね、とだいぶ楽になるでしょこっちがね、うん、でここの黒いのは、ガラスの中に入ってるんで、硬い鉛筆でやっていきます、こっちはね、うん、奥にしまいたいんでね、うん、とここのはガラス越しなんでね、後からね何回もできますんで、ガラス越しにね、うん、書いてある感じですね。一回手前のガラスを外して一回作っちゃっていいです、一回目ぐらいはね、うん、ここも立体があるんでね、立体取っていってあげて、出ちゃいましたね、これちっちゃいハイライトなんだよ、うん、ここはちょっとしっかり拾っちゃってですね、
の黒いのね、うん、まあ色が黒いやつはちょっと一旦飛ばしていって、うん、色の黒さを、アピールしちゃうといいですよね。ガラスのここも結構、うん、この中では結構黒濃いんでね、うん、濃いやつをちょっと拾っていく感じですね。この辺の、ガラスの表情ですね。この透けてるやつもね、でこれが透けてここに入ってくる感じですね。でこのね、透けてるのを描くとすごく透明感がもちろん出るんでね、うん、歪んで透けてる感じですね。段ごとにこうずれてね、虚像なんでね、だいぶとんでもないとこずれていっちゃいますよね。この辺から入ってこの辺からずれて入ってきて、またねゆれゆれとなって、でこれこう細くチュン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 とね、これつながってきますね。ちょっとね断続的にね、うん、まあこういう感じで、ちょっと近くないと分かんないかな、こんな感じですね。ここからこれがちょっとずれて、なんかくっつかないんで気をつけてね、これくっつかないんで、くっつかないずれて、これこっち行っちゃう感じですね。でこのこっちから出てきてまたこっち行く感じね、うん、これがね全然ずれてね、あらの方向に行くんで、ずれてるんでね、くっつけちゃわないように気をつけてます、うん、ずらしをちょっと本物より大げさにしちゃうぐらいの感じのイメージね、うん、ずれてますよみたいなね、 ずれてますアピールをしっかりね。でここまた同じようにね、肩ぼかしにしてこうやってね、これですね、うん、ここ結構明るいんでね、うん、ピカッと周りが暗いんでね、ちょっとここはアピールしちゃってですね、うん、肩ぼかしにして、ね、まあ、ちょっとこの真ん中のパーツはだいぶ色が少しね、一段ガラスが二重な分ちょっと色濃いんでね、うん、ここはちょっと送っちゃっていいですね、少しね、うん、これもそうですね、ちょっと送っちゃって一旦ね、そうするとだいぶ感じが出てきますよね。その昔一回手前のガラスがなくなっちゃうんで、これをこの上からまたこう手前のガラスを描いていくような感じになります。はい、うん、こんな感じでね、あとはじゃあここの輪郭線もちょっとなくして、いよいよねこれですね、このずれてるのね、うん、これ今 F でやってますんでね、うん、あれですね。でここにまたね、か形ができますね。これなんか超大作になっちゃいそうだねまた長い動画で申し訳ないですもうちょっと上でやんないとダメか。結構ねいっぱい形が入ってくるんだね、気をつけてね、全部塗るんじゃなくて、ここで暗くなって明るくなって、暗いのがこう入ってきて、でなんとなくここに暗いのがこう流れてきてね、ここですね、でこの縁がまたちょっとねこう暗くなってとか、うん、これもさっきと同じ要領でこうやって暗いのを入れますよね、すると挟まれて、これがねハイライトと同じになってくるわけよ、またね、うん、なんで、あここ はハイライトみたいに光ってはいないですよって言ったら、こうやって押さえる感じです、うん、これがね難しいっていうか、これ忘れちゃうのね、押さえるのね。そうするとメラメラになって、あれどこがハイライトだっけみたいな感じ、あとさっきまでハイライト効いてたのに、効いていい感じになってたのに、あのハイライトがまた消滅して、どれがどれのハイライトだったかね、分かんない、あと全部光ってんのかなみたいな風に見えてきちゃうんで、そうするとさっきより悪くなっちゃうねでね、絵ってね、さっきより悪くなると、描いたのにね悪くなると、あなんかダメそうみたいな、急に気持ちが折れちゃいますんで、さっきより良くするってことね、うん、書く前より書いた後の方がちょっとでいいんで良くなったなって感じがしてれば、絵はね進んでいくんですけどね、ちょっと書いたのに悪くなっちゃうと不安になっちゃうけどね、書いたら悪くなってきちゃったなってなっちゃうとね、うん、なんでこの時点でね、しっかりこれぐらい拾っといてあげるといいでしょうね、うん、はい。まあ、このちょっとね、よりよりしてるのは後でね、ちょっとこれ輪郭線消えちゃいましたね。ここなんだけどね。うん。まあ、ここは後でね、片鉛筆で攻めていきますんで、こんな感じね。うん。はい。んで、まあいいでしょう。うん。お、
なんかそれっぽいみたいな感じになってきたらね、いいですよね。うん、ちょっとこれ矢沢だけ取ってきましょうかね。ここにね、矢沢ってね、あるんでね。うん、これもね、一番端っこを取ってね、こう並びを気をつけてね。まあ、字はね、読めなくてもいいですから。うん、いやー、はいね、ね。まあ、ここに字がね、こう来る感じですね。で、ここに字ちっちゃいのがね、こう、まあ、こう、点点点くらいですよね。なんか100ボルトとかも書いてあります。こうなんかマーク。並びだけね、うん、ちょっとまず並びを取っといてね、うん、このこのですね、こう四角、ここからまた始まって字が書いてあって、最後にちっちゃい字がここに書いて、うん、これぐらいですかね、うん、ちょっとロゴのね字がちょっと入ってくる感じです、はい、うん、じゃあ中盤線これぐらいですかね。まあ、いつも通りね、あの輪郭線を消していって、まあ、ハイライト押さえですよね。うん、ハイライト押さえをしてあげて、ちょっとね、あんまり透明なんで両線ってあんまないですけどね。まあ、この両線ぐらいですよね。うん、まあ、少し両線入れて、稼いであげて、まあ、シルエットをね、止めてあげてってことですね。で、まあ、黒いね、うん、これみたいな黒いやつをちょっとね、まあ、今回ちょっとこれが進まないとこっちがいけないんでね、こっちはもう、思いっきりすっ飛ばしちゃっていいですから、ギュッとね、濃くしてあげて、ね、あげると、まあこうね、とりあえず透明感が出るんでね、あ、もうなんか透明っぽいみたいな感じになって、あと光、こうやってハイライトが効いてきて、これ以外の光ってないところですね、ここをしっかりこまめに、ちょっと縦横にね、しっかり押さえて、軽く立てて、こうやって押さえて、しっかりね、押さえてあげて、うん、薄く全部しっかりつけてください。結構時間かかりますよ、これね。うん、狙って、白いところがないように、全部こうやって塞いでいってあげて。ただ、斜めにこうやってガーってやったり、サピスを使ってこすっちゃったりしないでください。うん、はい。その方が鮮やかでね、こうやって、なんかいいでしょう。ちょっと、生き生きした感じの描写になるんでね。うん、多少のちょっと凸凹感とかは、まあ、まだいいですから。うん、はい。まあ、こんなところを目指してね、中盤戦頑張ってみてください。もうここまでいけば成功したようなもんです。あと、ここまでいけば、ね、絶対こう上がってきますんで、あ、すげえいい、うまいみたいな感じになってくるんで、次がやりたくなるんでね。はい。まあ、ここでやめちゃっても構わないですけどね。次ね、続きやりたい人は、この3つ目の動画を見て、参考にやってみてください。それでは、一休みして、続きいきましょう。